バス旅はガチなのがいいところなのに、つまらないギャグでやらせの卵割り、やらせ支持されたのかと、ネット上でやらせ疑惑を指摘されているのは、テレ東バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅。ミッション通り卵を手に入れたものの、ゲストの牧野捨ててこさんが落とし、勝負が不利に、という場面です。あるテレビマンは、キャプテンの田川陽介さんと村井美樹さんを、裏切るような演出をするとは思えません。ただし、ゲストは、何をしたら面白いか、自己アピールを狙っているでしょうね。それをやらせとは言いませんが、対決者では裏目に出ることも。さらに、バス旅では、他にも気になる点が、と続けます。デイリー新潮では、具体例を挙げて検証します。